タヌキ頼む、タヌキ付きとは、タヌキの霊が人に憑依すること。古来日本のシャーマニズムにおいて存在するとされてきた心霊現象の一種である。四国や佐渡島のほか、青森県や岩手県などに伝えられている。タヌキに疲れた、際の症状は様々であるが、よく言われるのは退職になるというものである。食べ物の栄養分がタヌキに奪われるのか、 腹が膨れるのとは逆に本人は衰弱し、やがて命を落とすという。他にも、原因不明の病気や、憂鬱状態や上絶状態になったり、わけもなく、暴力を振るったり、性行動に走ったり、腐敗したものを食べるといった異常行動を取るようになるともいう。タヌキ付きの原因の多くは、タヌキが人にいたずらをされたり巣を荒らされたりしたことから、向けられる恨みにあるという。 これは、恩苗師や、主験者の祈祷のおかげで狸を退治されて付き物から、逃れを失せた者が、己を取り戻した後になって、そのように語り聞かせるためにわかることであるという。付き物に、特有の付き物筋と呼ばれるものは、狸付きには少ないが、香川県高松市に伝わるおよつさん岡山県に伝わる苫小狸といった、家に付く狸の例もある。また、 稀ではあるが、香川県では老いた狸に食べ物を与えて飼いならした人が憎い相手につく、差し向けて害をなすこともあるという。四国には狸のほらが多いが、これは狸が神に昇格すると人につくことができなくなると考えられていることから、あえて神として祀っているものとされる。江戸時代後期の幕臣であった宮崎上神は、 幕府の編纂事業に従事している。文政13年頃から30年以上にわたって、上司が編纂した雑録、市町層は、政治、事件、災害など様々な出来事について記録されているが、階段期間の類も数多く収められており、その中の一つに、田抜による、死人、頼むの話、すなわち、死人に、田抜がついたという話がある。 それは次のようなことである。戦争寺の沈五堂、この堂の本尊は堂内になく、奥にある伝謀院の庭の中に安置されている。その代わりというわけではなかろうが、堂の傍らには肉のしがらき焼きの狸の置物が置かれている。明治時代初頭、戦争寺領の開拓によって、住処を奪われた多くの狸たちが、人間たちに様々な乱業を働き、さらには、 寺の用人の家の娘につき、私は浅草のお狸さんだよと口走るようになった。家では狸を追い出そうと、様々な手段を試みたが、効果はなかった。寺の大僧上結賀正ゆいが昇進らが、狸から自分たちを祀れば、寺の守護になるとのお告げを受けたことをきっかけに、この狸た,たちは狸神として祀られることとなり、神語道として後世に伝えられている。 妖怪変化の怪奇誕など遠い昔の迷信と思われた1979年の日本で、狸、頼むの俗信を原因とする殺人事件が現実のものとなった。熊本県足北郡足北町で20歳代の男性が同年3月から高熱を出したり、意味不明の言葉を口走ったりするようになったために職場を退職し、自宅療養を開始。 母親が、祈祷師に見てもらったところ、タヌキがついているとのことだった。同年5月、気候を繰り返す男性に対して両親、姉、弟の4人は、タヌキを追い出すには、叩き出すしかないと話し合い、弟が男性を取り押さえ、父と姉が3時間にわたって、男性を殴り続けた挙句、男性は死亡した。この一家4人は、 同月に障害致死の疑いで緊急逮捕されている。ノンフィクションライター小石川前次は、話に出てくる祈祷師が、月ものの診断を下しながらその月のを落とす処置を行った形跡がないことを指摘し、月ものの知識に乏しい祈祷師が無責任な診断を下し、それを信じた家族が、どこかで聞きかじった月物落としをしてしまったというのが、 本事件の真相ではないかと述べている。ありがとうございます。